名古屋競馬11レース、若草小度小記念1500です。能力偏差値ですが、S ランク1等、C ランク4等のレースとなります。これから偏差値上位場の適性分析を指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。4枠4番、サラキャサリンです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは S ランクとなります。金5層では、前層、2層前 3層前4層前に黄色線を上回っています特に前層は黄色線を154層前は黄色線を11上回る優秀な指数をマークしています能力的には頭一つ抜けた存在で連帯確率は相当高いです距離適性を見ていきます距離は紫色の丸です今回は1 5 0 0メートルとなります指数がピークとなっているところを見ていくと 1走前はピンク色の着順が1着で紫の丸が14004走前はピンク色の着順が2着で紫の丸が12001400が適距離ですが過去1年1400以上の出走履歴がありません1500への距離延長適正は不明でリスクです展開面を見ていきます先行力分析シートに切り替えて一角侵入予想図により レース展開予想を解説します右側の一角侵入予想図ですが逃げ馬がロッ6頭います先行タイプが三頭いますこの一角侵入予想図の状況からはハイペースが予測できます先行勢の総崩れのリスクを考慮した方がいいです指数グラフに戻ってこの馬の客室を見ていきます一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところを見ていくと 1走前は花を切っての競馬です。4走前は3番手からの競馬です。逃げ、先行が良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は46でトップです。上がり指数は29で2位です。楽に先行できる高い先行力を持っています。ハイペースは大きなリスクになりそうで。展開面は、若干のプラス評価をしていいです。レース感覚を見ていきます。 横軸一目盛りが2週間の1開催を表します今回は9週間の昇級止明けとなります過去の昇級止明けでは指数を維持していますレース間隔のリスクは少ないです次の馬を解説していきます暫定丸を打っています8枠12番エイシンレゲンダです能力偏差値は2位で偏差値ランクは C ランクとなります金5層では2層前に黄色線を上回っています 能力的にはは2番手グループの一角でで連帯四角は十分です距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2走前は紫の丸が1400、昨年の5月は紫の丸が1000、1400が適距離ですが、過去1年、1400以上の出走履歴がありません。1500への距離延長適性は不明でリスクです。展開面を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと、2走前は花を切っての競馬です。昨年の5月は2番手からの競馬です。逃げ、先行が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は39で3位です。上がり指数は19で5位です。まずまずの先行力で、先行できそうです。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。 次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。7枠9番、キューティロメラです。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、2層前、4層前、5層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、 二層前は紫の丸が1400五層前は紫の丸が10001400が適距離ですが一層前の紫の丸今回と同距離の1500では指数を下げています1500は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと二層前は四番手からの競馬です五層前は花を切っての競馬です逃げ 先行が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は42で2位です。上がり指数は18で8位です。まずまずの先行力で先行できそうです。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線馬体重の黒線と指数の青線が反比例しています。 明日も、馬体が絞られていれば、プラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。3枠3番、ポーチラカです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、4層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は紫の丸が1500、昨年の7月は紫の丸が1000、1500は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は花を切っての競馬です。昨年の7月は花を切っての競馬です。花を切って逃げが必須のタイプです。展開分析シートに切り替えます。 先行力は38で4位です。上がり指数は17で9位です。平凡な先行力で逃げられないリスクもあります。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面は若干のマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定×を打っています。6枠8番、エイシン・メヌエットです。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは C ランクとなります。近5層では 前走2走前に黄色線を上回っています能力的には2番手グループの一角で連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は紫の丸が1800 1走前は紫の丸が1800昨年の7月は紫の丸が1700 1800が適距離ですが過去1年 1,700以下の出走履歴がありません。1,500への距離短縮適正は不明でリスクです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は花を切っての競馬です。一層前は花を切っての競馬です。昨年の7月は後ろから、先行も差しも良い自在タイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は25で6位です。上がり指数は32でトップです。 まずまずの上がり指数で差しが効きそうです展開面は若干のプラス評価していいです過去1年間の対戦成績を見ていきます暫定20丸を打った4番の対戦成績は12番に対し1勝0敗と勝ち越しています4番の対戦成績は高評価できます暫定丸を打った12番の対戦成績は有力馬との対戦成績は多場と遜色ありません 暫定黒三角を打った9番の対戦成績は有力馬との直接対戦がありません評価対象外です暫定白三角を打った3番の対戦成績は有力馬との直接対戦がありません評価対象外です暫定×を打った8番の対戦成績は有力馬との直接対戦がありません評価対象外です最後にコース特徴と枠順による有利不利を見ていきます名古屋競馬は 小回りであるものの、直線は300メートルとまずまずの距離があります。その分、コーナーがきつくなっています。3コーナー4コーナーはスパイラルカーブになっており、直線に向け馬群馬ばらけやすく、直線の長さも加わり、差しも決まるコースです。1500は4コーナーポケットからの競馬です。1コーナーまで十分な距離があるので、ポジション争いは大きくなりません。枠別の平均パフォーマンスを見ていきます。極端な 外枠有利、内枠不利になっています。スタートからのポジション取りが自在にできるため、外枠有利になるためだと思われます。以上の適正分析を考慮しました。最終の予想印です。本命20丸を打ったのは、4番、サラキャサリンです。能力偏差値は、トップの S ランクです。距離と枠順にリスクはあります。展開と対戦成績を高評価しました。 対抗丸を打ったのは12番エイシンレゲンダです能力偏差値は2位の C ランクです距離にリスクはありますレース感覚と枠順を高評価しました黒三角を打ったのは9番キューティロメラです能力偏差値は3位の C ランクです距離にリスクはあります枠順を高評価しました白三角を打ったのは3番ポーチラカです 能力偏差値は4位の C ランクです。展開と枠順にリスクはあります。×を打ったのは8番、エイシン・メヌエットです。能力偏差値は5位の C ランクです。距離と枠順にリスクはありますが、展開とレース感覚を高評価しました。以上、指数グラフメソッドによる能力、適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え、 新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながります。ぜひ、指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。